キリキアで出土したフィリッポス二世の秘文フィリッポス二世フィロロマイオス。バリポスはセレウコス朝、シリア最後の王。フィロロマイオスはローマ人の友と訳され、バリポスは重い足を意味する。フィリッポス一世の子。不王の死後に、その支配域であったキリキアを引き継いで、当時シリアの大半を征服していたアルメニア王、ティグラネス二世に対抗した。ティグラネス世が、 対ローマ戦争で敗れてアルメニアの支配に陰りが見えるとフィリッポス2世はアラブ人の助力を受けて国土を回復した。その後はローマからシリア王として認められていた三重帝のアンティオコス13世と王位を争ったがアラブ人からの指示を受けたフィリッポス2世が次第に優勢となりアンティオキアをはじめとするアンティオコス13世の支配域を奪った。 フィリッポス2世とアンティオコス13世は共に、ローマの将軍であったグナイウス・ポンペイウスからの指示を得ようとしたが、ポンペイウスはどちらにも組みせず、アンティオコス13世はポンペイウスに配位されてめセネ、朝のサンプシケラモス1世に殺害された。フィリッポス2世もポンペイウスによって配位され、セレウコス朝の故地は、ローマに編入されて、シリア族州が置かれた。フィリッポス2世は、 アンティオコス13世のように命を奪われることはなく、元来の根拠地であったキリキアに退いた。紀元前56年、プトレマイオス朝エジプトのファラオであった、ベレニケ4世が亡命した父プトレマイオス12世がローマと結んだのに対抗して、自身の結婚相手を探したとき、その候補としてフィリッポスの名前が挙がったが、ローマのシリア総督であったアウルスガビニウスの反対に、 あってとんざした。フィリッポスは最終的にガビニウスの命で殺害されたとされる。ありがとうございます。